BQ ジャパンデザイナーの小田です。お願いします。はい、同じく島崎です。よろしくお願いします。本体の生地は、まあ、ポリエステルの1680デニールとかで、ちょっと結構あのヘビーな見た目のしっかりとした見た目の生地を使っている感じですね。一般的にスポーツバッグなんかで使われている生地に比べるとタフな生地を使っています。で、あとこういったボトムのところにオリーブシーのターポリンで、ターポリンで中の繊維がリップの生地を挟み込んで、こちらも非常にタフな素材ですか。ビニールコーティングなので水を通さないので、この底面に使用して下からの水の湿気を防いで、こちらの、まあ、ベースの生地も撥水加工がかかっているので、雨だったり天候にも強い素材っていうのを使用しています。はナイロン素材のシートベルトをテープを使っていて、この持つ時のしっかりさと肩にかけた時の、何でしょう、柔らかさの両立を、打ち込みの硬さをちょっと調整したんですけど、その部分もこだわって。ヨットのセール穂の生地で、世界シェアナンバーワンの生地メーカーなんですけど、表面がの生地がコーデュラになってまして、さらに強度が高いバッグで使う生地になると、ほぼ最高値ぐらい、最高値ぐらいの、はい、生地になるんじゃないかなと思いますけど、新しいタグにこの最近の最近変わりましたよね。ガジェットと同じ素材を使ってるんですけど、これまではこのディメンションポリアントのタグだったんですよね。これが X パックの生地にはこれをつけれますよっていう、はい、うん、DP 社が作った正式なこの X パックのタグですね。これがこの生地は、まあ、裏から見ていただくと分かるんですけど、 X 状にこの入った繊維、これ X プライって言うんですけど、それを、透明のフィルムと表側のコーデュラの生地でラミネートして挟み込んで強度を出している生地になります。水も通さないと。そうですね、ですね、このラミネートか、はいはい、そのラミネートすることによってこの独特なコシ、硬さっていうのがこう入ってくるので、型崩れが本当しにくいですね。形がキープできてると、結構トートバッグってこう使い勝手がすごく、なんて言うんでしょう、使いやすくなるなっていう、うん、このカバンを使って思いました。最初に見せたバッグも、はい、まあ、素材としては普通のスポーツバッグと比べたら十分こう、うん、こだわった高級な素材を使っているんですけど、まあ、一般的にバッグで使う生地の中ではもう最上級、うん、まあ、こちらを考える時の生地はこだわって、これがいいなっていうところでは、うん、まあ、考えますけど、でもそれがこうさらにっていう、こういう派生もあるっていう感じですかね、うん、これをやる前に僕はガジェットだったんで、あ、なるほどガジェットやった後にこれ、この生地トートバッグでやったら絶対いいよねっていう風になったんで、いろいろな方向からどっちかっていうと、だって迷彩でバックパック作ったかもしれない。ちょっと今後の展開にあるこれかっこいいと思う。あ、もういや、ちょっとそれみんな欲しいっていう人多いと思う